おはようございます。釣り子 TV です。本日の釣り子 TV はこちらね。何やらベイトタックルに装着された大きい方のヤマタヌキ、これでね、こんな釣りを最近楽しんでおります。まずはこちらをご覧ください。立派なマゴチね、ねえ、この元気ヤマタヌキで、ね、これほらねえ、マゴチに効くんですよ、デカタヌキ。イエーイ、やったねマゴチ。ヤマタヌキマゴチはダダダダダダダ60ないぐらいね、こんな感じでございます。イエイ。タックルはね、例の自分で作った竿にアルデバラシーバスで使っているベイトタックルをそのまんま使ってダーン。イエイ。はい、というわけで帰ってきました。東京湾でね、今ね釣れ盛っているマゴチね、これにヤマタヌキが効くんじゃないかなと思ってね、投入してみたところ、60センチ近いねナイスなねマゴチが釣れてくれたんで、ちょっとどんな感じのねリグでやってるか説明しようと思ってカメラを回しております。こんなねベイトタックルで、まあ、この竿はね、自分で作ったちょっと重めのルアーをね扱うのにちょうどいいよなんて言ってね、使っている竿ですけども、気になるねリグの方はこんな感じですね。ちょっと待ってくださいね。はい、こんな感じでねジグヘッドリグですね。これはねエコギアのですねスイミングヘッドだったかな、20g ほどのジグヘッドね、それにこういう感じでまあアシストのフックつけたりするためのアイがついてるんで、こういう感じでねブレードをつけてみておりますね。こういうキラキラがあるとねアピールになるよなんてね、よく SNS なんかで見かけるので、ジグヘッド単体で売っていて、それにこうスプリットリング等でですねこういう感じで小さなブレードをつけて、で、後ろはねこんな感じでヤマタヌキをギュッとつけて、でねこういう感じ、これはねガマカツのアシストフックだったかな、まあこの針だけだとっていうことで、こういう感じでねアシストフックをつけた、はい、こんな感じのリグね、これをねボトムバンプさしたり、ねただ巻きのねストップアンドゴーみたいなのとかね、いろんなアクションがね、考えられるんですけども、今回は確かストップアンドゴーしてたらコン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 って食ってきたかな。このただ、巻くだけなんですけど、余韻でこうね浅いとこで見てるとお尻がねプルンプルンっていう感じでプルンって感じでね、絶妙にアピールしてくれるんで、こんな感じのリグね、これで投げていたところをナイスなマゴチが釣れてくれました。はい、その他にね準備してるのはねこんな感じで、ハートテールのですね小さい方ですね、これハートテールね、それをやっぱりね重めのジグヘッドにつけて、
で、ポイントはですね、これね、接着剤でくっつけてるんですね、瞬間接着剤で。このね、重いヘッドにこういう、ゲイリー素材ね、重めの、ゲイリーワームでね、全力で投げると結構ね、ワームのズレとかが発生してしまうので、自分の場合は瞬間接着剤でこうね、ズレないようにもうここをくっつけちゃっておりますね。このね、ヤマタヌキもこう接着剤でくっつけてたんですけど、まあこれね、ちょっとこう剥がれ出しちゃってるんですけども、そんな感じで、ズレ防止をしながらね、やると、使いやすいっていうところと、状況によってこういうシャッドテール系のね、ワームと、あとはこういうね、もうこれヤマタヌキだけですよね、タヌキテールのついたこういうワームと、ここら辺をその状況によって使い分けてっていう感じでね、使っております。でさらにこれね、使っていて頭の方がね、ちびってしまった、このちょっとちぎれてしまったりするところがね、あるヤマタヌキ、これの頭をちょっとカットして、こういう感じでつんづまりな感じでジグヘッドにつけて、これもね、試してみました。こっちはね、今回釣れなかったんですけども、通常サイズだと少し、ボリュームありすぎかなーなんていう時に、こういう感じでね、ちょっと、使い古したヤマタヌキをやっぱりこれ接着剤でくっつけてね、ずれないようにして使ったりとかね、してっていう感じで、まあこういう感じでもう家でね、このブレードつけたりとか、瞬間接着剤とかね、接着剤で接着したりとか、そういう感じで準備していくと、こう現場でね、やりやすいんじゃないかなと思います。とにかくね、ただ巻いて止めるだけ、そんな感じでね、釣れてくれるので、まあ難しいことあんまり考えずにですね、砂地でなんかいそうだなーなんていうところがあったら、こんな、やつをですね、忍ばしておくと美味しい魚が釣れちゃうかも。はい、というわけでね、本日の釣り講 TV はこちら、ヤマタヌキの 3.5 インチですね、これを海で投げてみたところ、両肩のね、マゴチがヒットしてくれたよって、こういった動画でした。はい、釣り講 TV でした。また会おうぜ。